ルードビヒ・ローレンツは、デンマークの物理学者、数学者である。ローレンツとも表記される。光の屈折率と透明な純物質の密度の関係の数式化や、熱伝導率系と電気伝導率シグマの比が温度に比例することなどの発見でも知られる。ヘルシンゲルに生まれ、コッペンハーゲンのデンマーク工科大学で学んだ。1876年に、 コッペンハーゲンの陸軍士官学校の教授となり、1877年からカールスバーグ財団から資金を得て研究を進めた。1869年に屈折率の物質の固有振動数との関係を発表したが、1878年にオランダの物理学者ヘンドリック・ローレンツも独立して発表したので、ローレンツ・ローレンツの式と呼ばれた。電磁気学の分野では、 ローレンツゲージ条件として知られる理論を提唱し、正しい高速の値を導くことができた。また、光の散乱に関する理論も考案し、1890年にデンマーク語で、1898年に修正したものをフランス語で公表した。これは、その後、1908年にグスタフ・ミーによって独立に再発見されたため、ローレンツ・ミー理論と呼ばれることがある。 さらに、ローレンツは、フレネルの屈折理論を用いて、変更解析法の基礎を築き、二つの媒体間の薄い繊維層によって反射された光が、楕円変更になることを発見した。ありがとうございます。